あるんですけど、じゃ新社会人に対して、うん、こういうことやればいいな、やればいいのになって思うこと。やっぱ与えられたとこで、うん、あの圧倒的に成果出すっていうのはもう基本ね。ああ絶対に、うん、圧倒的な成果。もうだから人が、同僚が70点取ってる時、イメージで言うと800点ぐらい取る。もう、うん、桁違うんですね。全然桁が違う。800点ね。でそれを1年2年続けたら、うん、もうぶっちゃけ横転可能だと思う。あの何人でもこう呼ばれる、 あいつはすごいと。でいろんな会議に呼ばれたり、うん、他の業界の飲み会に呼ばれたりして、はいはい、でどんどんそれこそ好きなことを仕事にするみたいになっていくと思う。おなるほど。だからよっぽど生理的に合わないみたいな仕事だと別だけど、うん、まあ、ざっくり就活で、うん、まあ、こっちかなって思う方向には、はいはい、まあ、みんな行きますもんね、うん、会社の名前とか置いといて、うん、で細かな職種とか置いといて、ざっくりこれは嫌いじゃないってとこには行ったとするならば、うん、もうしのごの言わず1年2年はもう圧倒的成果よ。営業だろうが何だろうが、そしたら徐々に徐々に、まあ、楽しくなるし、うん、でいろいろ呼ばれるようになるし、でそっからその純度を上げていくって感じなんだよね。その100仕事があるうち、うん、多分新人の時なんて3ぐらいもうめっちゃ普通に趣味だわこれ楽しいわっていう感じで、97ぐらいは与えられた仕事とか、うん、あの事務的な仕事だと思う。でもそのこれを頑張り続けることによって、で成果出すやつって成果出すんだから与えられる仕事が減ってくのよ、はいはいはい、そいつが考えた方が成果が出るわけだから、うん、お前がやりたいことやれって会社も言うようになるから、うんうん、そうなるとどんどん好きなことをやれるようになって、その絵が最初3しか好きなことなかったのが10になって15になって20になって30になってとかになってって、だから俺今ほぼ100好きなことできてるのは、もう会社から美濃はこれやれよってドンみたいな資料渡されること 100% ないわけよ。あ、もうないんだ。僕がどっかから持ってきた企画をやった方が会社のためになるわけだから、まあ勝手に話し買いして売り上げだけ立ててくれみたいになる、うん、そしたら好きなこと、別にトゥクトゥクで回ってても売り上げ立ててれば関係ないわけだから。なるほど、なるほど。っていうのは変化していくから、最初はあの俺とか西野さんとかあの感化されるのはいいけど、そこは最初は無理だから、うん、最初はもう与えられたもので圧倒的に成果を出す。